ハーステックさんのブースに来てます。ハーステックさんは今回はユニットバスの方ですね、あの機能の部分でご説明をしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今からですね、こちらの戸建て向けのユニットバスヘリテのご紹介をさせていただこうと思います。こちらのユニットバスですね、弊社の方としましては清掃性のいいユニットバスとして皆様にご提案させていただいている商材でございます。それから詳しい中身をご紹介させてもらいます。まずですね、こちらにユニットバスのですね、目地関係の部分、こういった継ぎ目のところですね、従来ですと今までコーキングにての処理になったんですけども、コーキングですとやはりあの経年劣化によって切れたりして漏水の原因になったり、カビが生えたりしてですね、お掃除の部分が非常に、まあ、お手入れの部分が面倒くさくなる部分があったんですけども、弊社の方これ半式目地にすることによって、経年劣化を防ぎやすくし、カビも生えにくくなってお手入れがさっと拭けるようなものになっております。あとですね、こちら棚の部分ですね、棚の部分、受け皿のトレイの部分ではなくてこういったワイヤーのものになっております。ワイヤーのものですので、水はけもよく乾きもよく、ぬめりもつきづらくさっと拭けばお掃除がしやすいものになっております。クリーンフロアといいまして、 FRP の床とフッ素のフッ素加工をプレスで一体してついた汚れもさっと今日落ちやすいものになっております。こういったものを踏まえまして、弊社の方ではお手入れのしやすいユニットバスをご提案させていただいている次第でございます。ありがとうございます。あのパーセクさんの商品今話を聞かせてもらいましたですね、やはり買った後でも安心じゃないかなと思います。やはり買った後に、まあ、掃除の仕方もそうなんですけど10人取り入れます。ただ他社さんではあの今浴槽との壁との継ぎ手とかパネルとパネルの継ぎ手だったりとか、そういうところを今ハウステックさんの場合はコーキング、まあ、シーリングですね、それを打たないで短縮目地で仕上げる、そういうことによって背景はシーリング剤、コーキング剤の経年劣化を防ぐ、それプラスアルファ掃除がしやすいということだと思います。そうすると、まあ、これが戸建てに、まあ、10年後経ったとしてもですね、コーキングではないので短縮部材としてジョイントを作ってあのパネルを収めてますから、そのジョイント材の材料が切れるということはないですよね。そういうことを考えると安心してユニットバスとして毎日使えるんじゃないか、それもまあ主婦のまあ見方かなと思います。ありがとうございます。